私はマジックカード原子を発動。貴様、カードが見えるのか。言ったでしょう、見えるのではない、見通すのです。あなたの運命を原子しよう。デッキから1枚のカードを引く。なんだその不気味なカードは。これはアルカナフォース12ザ・ハングドマン、吊るされた男。このカードは私が見通したあなたの運命の最終結果。どういう意味だ貴様、俺の実力を見るんじゃなかったのか。さっきから運命だの何だのと。このカードを再びデッキに戻す。そして万丈目さん、あなたがこのデッキをシャッフルするのです。あなた自身の手で。どうぞこちらのテーブルに。悪いが俺は運命を信じない。俺は俺自身の力で未来を切り開いてきた。いいことも悪いことも全て俺の選んだ道だ。そんな苔落としに乗る万丈目さんじゃない。こういう考えはどうですか。運命は選ぶことができる。このデッキをシャッフルしたように。でも一度選んだ運命からは逃れることはできない。面白いことをする。ちなみに原子の効果で選ばれたカードがプレイされた時、あなたは1000ポイントのダメージを受けることになります。そう簡単に。続けましょう。私は手札からマジックカードスート・オブ・ソード10を発動。ストップの声をかけてください。このカードが正位置で停止した場合、あなたのフィールド上のモンスターは全て破壊。逆位置の場合、私のフィールド上のモンスターが破壊されます。ストップだ。正位置ならば破壊されるのはあなたの。